はい、部屋の掃除をしていまして、出てきたものがダカインのですね、こちらスキーバッグ、190センチまで対応という、ものなんですけど、もう5年かな6年か前か、それくらいの時に購入しまして、特にこう旅行する方なんかはですね、ブーツもあと板と、まあ、ウェアと全部入ってですね、移動ができる。でなおかつこうキャスターついてますので、まあ、これで引っ張りながら移動できるっていうものなんですけど、私の使い方は車の中ですね、だいぶこうその当時湿気に悩まされてまして、で、まあ、このなんていうのかな、こういう中はですね、この銀のシートで、まあ、防水性が高められているっていうことなので、まあ、これをですね、一つの、ケースとして、使用と思ってですね、ワンシーズンかな使ってはみたんですけど、思ったよりですね、まあ、使い勝手が、まあ、そもそもの用途ではありませんので、まあ、私も多い時はもう車の中に5、6台ですかね、5、6本、スキー、スノーボード合わせてですね、入れるんですけど、まあこれせいぜい重ねて3本とかですね、であまりこの中に詰め込みすぎる、まあ並べすぎるというか、こう積み重ねすぎると、まあ、出し入れがだいぶ難しいというか、不便なんですよね。まあなので、そのワンシーズンで、終わってしまったんですけど、まだ、まあ、車の中でしか使ってませんので、まあ、当然、キャスターというか、ホイール、ウィールですね。っていうのも、全然ダメージないですし、まあ、表面はですね、まあ、布というか、まあ、ホコリがですね、少しこう、つきやすいので、まあ、こういったところですね。まあ、ブラシなんかでこう取れば全く問題ないんですけど、まあ、ほぼほぼですね、使わずに終わってしまって、まあ、このダカインっていうのも結構好きなメーカーだったので、それにも惚れてですね、飛びついたんですけど、まあ、その当時は本当に後先考えずにですね、いいなと思ったらなんか直感というかもう欲ですよね。もう物欲でそのまま購入してしまって、で、まあ最近はそんなに、まあ無駄遣いと言いますか、少なくはなってきてるんですけど、やっぱり大きいものっていうのは、処分に結構困りますのでね、かなり、慎重になる必要があるなっていうのは、ちょっと改めて、思いましたね。まあこれをこれからちょっとどう処分するかっていうのでですね、まあ、頭を悩ませるっていうわけじゃないんですけど、まあ、考えたいなと、というふうに思います。はい。ということで、以上。